それでは最後に2つの描いた文字画像を保存したいと思います。まず最後に描いた画像を保存しますので、ツールバー一番右のバックボタンをタップして保存します。そうしますと画像が保存されました。それでは上側の右から3番目のボタンをタップして、静止画フォトライブラリに保存をタップして、フォトライブラリに保存されました。続いて上の編集ボタンをタップして、続いて先ほどの画像を保存しますので、ツールバー右から2番目のレイヤーボタンをタップして、描いた画像を一旦閉じますので、中央の目玉をタップして、続いて先ほどの画像をタップして開きます。そしてレイヤーを閉じて一番右のボタンで保存します。そうしますと今設定した画像が保存されましたので、さらに静止画を保存します。上の右から3番目のボタンをタップして、静止画をフォトライブラリに保存を選択タップして閉じます。一旦2つの画像を見てみます。編集ボタンをタップして、レイヤーボタンをタップしますと、このようにデータは残っております。それではタップして保存しておきます。最後に確認をします。ホームボタンをタップして、写真をタップして、カメラロールをタップしますと、このように2つの画像が保存されております。以上、終わります。